はい、こんばんは、島津です。ターミナルやっていきたいと思います。なんですが、皆さんここでちょっと秘宝がありまして、なんとですね、収録ミスしてました。約1時間ちょいですかね、1時間ちょい、こちらね撮ってたんですけど、画面の方がね映ってなかったっていうね、衝撃の、結末を迎えてしまいました。で、それに気づいたのが編集中だったんで、もう飲んでるんですよ。なので今、はい、結構飲んでる状態で再度撮っております。ろれつがねちょっとおかしかったりするのは、まあそういったのが原因なんで、ご了承ください。それでこれまで進めた内容についてまとめて、話していきたいと思うんですけど、まずマップの方結構進みました。横にね、進んでいきました。こういった形で。そして重要拠点ですかね、レストランとかグローサリーストア、おそらくこれなんか食料とかそういったのが売ってるストアだと思うんですけど、こういったね重要拠点とかも、まあいくつか、うん、マップを見て解放していったりして、そして最もね、重要だったのが、なんとターミナルの位置が分かりました。ここですもう真北、うん、マップの一番上ですね。ここにあることが分かりました。今どうですかね、入りますかね。位置が分かった理由としては、ラジオを使ったんですよ。電波入っかなって思って、で使ったら入ったね。そう、こういった形で、ほう、ちょっと変わってるね、あれが、内容が。私たちは生き残ったグループです。私たちは町の北のターミナルで一緒です。放送をお聞きの方はターミナルまでお越しください。今日のパトロール中、ターミナル近くのハウス N5.4E1.3 に10を超えるゾンビがさまよっています。ターミナルにお越しの際はハウスにご注意ください。そういうことか。この経緯は、ターミナルの生き残りの部隊が、まあ、目撃した内容を知らせるための、うん、情報みたいですね。で、今日のこのラジオでは、まあ、この経緯に、ゾンビが10体を超える数いたから、ここには近づかない方がいいですよっていう注意喚起をしてくれてます。で、N5.4E1.3 なんだけど、わかんないよね。俺読めないんだよ、経緯、よく。マップに出ますかね？あ、出るんだ、ここも。危険な場所。多くのゾンビが待ち構えている危険な場所を知る。危険の場所はマップに追加されました。あ、本当？ここだ。ここが危険だから、寄るなと。うん、言ってますね。あとね、このデンジャラスプレイスってとこなんだけど、ここがどうやらゾンビたちが、そうだね、発生した発生源みたいです。ここで大規模なパンデミックが起きたみたい。そして、まあ、ここを拠点にしてゾンビたちは各地にチリジリと分かれてるみたいで、今回のこのマップでは3カ所あったみたいね。うん。で、ここのデンジャラスプレイスに関しては自分の最初にいた初期位置と近かったから、ちょっと危なかった。下手したら大量のゾンビに囲まれて大変なことになってたかもしれません。なのでちょっとね、まあ注意して、進めていきましょうということです。はい、まあ、これでターミナルの位置は知りました。で、今そこを目指すために、予定ではね、西に向かってポリスステーションとガンショップ、まあできればハードウェアストアを漁ってから北へ向かっていこうと考えてます。職業がね、警察官なんで、やっぱ12、うん、長けてるから、そこら辺の武器はね欲しいところなんで、そういった計画で進めていこうと思ってます。そしていろんなねスキルゲットしました。うん、このね空白の1時間でサクッと行くと、まあ、物とかを、サクッと説明すると、
棚とかを漁る時の AP 消費を減少させるスキル。うん。で、ゾンビを倒した時に、通常なら高確率でラグが手に入るんだけど、布が。通常だと高確率で布がね、手に入るんだけど、20% の確率で他の物資も落としてくれるようになったりとか、あと足音が、まあそうだね、少し減少したって感じのやつですかね、シャープイヤー。そして最後がヘッドストライク。近接攻撃時、頭部へのダメージを追加、ボーナスが入るように、したと。まあこういったのをゲットしました。で、最後にこの旅で重要なものをゲットしたんですよ。何かっていうと、はい、これです。車。自動車を見つけました。すごい喜んでたんですけどね。あの時の喜びを返せと、ちょっとまあ収録ソフトに言いたいところなんですけど。そう、このゲーム、ゾンボイドと一緒で、車もね、どうやら使えるみたいで、最初これ壊れてたんですよ。壊れてたんですけど、途中でね、スパナを拾いまして、あ、ごめん、レンチね。うん。このレンチを拾って、このレンチがあれば、車を修理できたみたいなんですよ。で、まあちょっと、そこまで修理するスキルとか、ステータスは割り振ってなかったんで、すごく時間がかかったんですけど、どうにか修理をすることができて、現状、プップーって走れます。ただ燃料がね、もうちょいで底をつきそうなんで、どっかで給油しないといけないんですけど、自動車の特徴としては、自動車に乗ったら、今分かってるルートですかね。うん。こういう風に線が引かれますよね。近くに来ると、マップの。この、点々線さえ引いてあれば、どこまでもショートカットできます。普通、徒歩だったら、そのマップ上で移動するポイントまで行って、一マス移動って形なんですけど、車に乗れば、それをせずに一気に飛ぶことができます。なので、すごく効率よく進むことができるって言ったのが車になります。なので、そういったね、苦労をせずに移動ができるのが車っていうものになります。はい。それじゃあね、進めていきたいんですけど、ただいま絶賛病気中なんで、これをね、あ、いいか、エネルギーとかモラルは減ってないから。またある程度減り始めたら、うん、寝ましょうか。病気なんだけど、寝ることによってね、うん、治るっていうことが分かりました。ただ、結構寝ないと治んないんで、そこそこ寝たんですけど、この前。またちょっと治んない状態なんで、次寝るときに、治ればいいんじゃないかなと思います。OK。それじゃあ行きましょうか。AP は、あ、とりあえずここまで行って、開けて、行けるかね、これ車まで。どうだ？あ、行けるっちゃ行けるな。はい。OK。これなんだ？ちょっと待って。AP は、あれ？ゾンビいる？あ、これゾンビじゃん。ゾンビだった。ごめん。もう行こっか。乗ります。ブーン。ここはもう漁ったんで。うん、行きましょうか。で、次行くとこなんだけど、今ここにいます。ハウス。ね、ハウスのここにいるんですけど、レストラン行こうと思います。ガイドマップ見つけて、レストランの位置がわかるっていうのだったんだけど、なんとね、この近くにあったんですよ。つまりここで、食料を探します。今食料がね、そこをつきそうなの。だから急いで探さんといけないんだけど、果たしてありますかね、食料。で、AP がもう切れそうだから、一旦ここでターン終了させて、スクラップ取って、スクラップはね、クラフトができんだけど、今ね、そう。この前にちょっとクラフトしたんですけど、これだけのものが作れるんですよ。だから、クラフト素材っていうのはね、結構大事。腐ったアップルあった。腐ったものを食べると、どうやら 100% なのかわかんないけど、病気になるみたいで、今、病気になってる理由っていうのが、腐ったバナナを食べたことによる病気になります。これはモラルが下がるけど、食べましょう。だってもう病気なんだもん、すでに。うん。治ってから食べるよりかは、今食べた方がいいですよね。
ね、窓がね、壊れてる。ね、壊れてるね。中ゾンビいるね、これ。開けます。あかんか。じゃあもうこれ。今ここにはゾンビはいない。うん。入れる？あ、開けないとダメなんだ。ゾンビは入ってこれるけど、あんたらは入ってこれんよって感じみたいね。回復。OK。じゃあ、中入ります。入った。敵はいないよね、今んとこ。うん。壊れてるわ。これはちょっとあれかもな、荒らされてるね。中にゾンビがいないようだったら、これ人間が荒らしたっぽい。やっぱ食料を求めてきますかんね、人は。いや、その可能性あんな。人間が荒らした可能性十分あるわ。ここ行って、カウンター。ほら、見て。AP2 消費してたんだけど、1.5 になってます。これね、結構ありがたいよ。ノベル来た。で、トートバッグ来た。はい、ありがたい、まあ。じゃあ、奥行こうか。あ、開けないとダメか。めんどくせえな。自分もすり抜ければいいんだけどね。なんだこれ、ゾンビガッツって何？まあ、ゾンビの臓物か、これ。ゾンビガッツ。ゾンビの汚れた不快な匂いは生存者の匂いを隠すこともある。内臓だ。内臓だ。これを浴びることによって、ゾンビから襲われないようにする効果があるみたい。ただ、病気には絶対なる。うん。使うときは慎重に使わんとダメだね。あ、テーブルも調べられんだ。なるほど。ストーブ、ストーブ、ストーブ。冷蔵庫あんね。じゃあ、まあ、ストーブをちょっと調べようか。ストーブ。フライパン来た？キャンプファイヤーがある場合、食料品を料理する。やった！調理器具ゲットした。武器としても使えます。一応。これで料理ができますよ。料理ね。かなり重要っていうことが分かって、まあ後でそこは説明できればいいんだけど、まずは食料。腐ったパン食べよっか。もぐもぐ。どうせ病気だし。どうせ病気だしいいのさ。病気のうちはもう何でも食べろ。腐ったもんがたくさんあんね。腐ったレタス。腐ったミート。腐ったトマト。オレンジだけがまだまし。じゃあ全部取って、腐ったトマト、腐ったレタス、腐ったブレッド、腐ったミート、とりあえず腹パンパン。モラルは最低。ひどいわ。モラルは最低です。憂鬱。まあそうだよね、腐ったもんばっか食ってたんだから。これは人類の食料なんかってなんか疑問を覚えたんだと思いますけど、まあ満腹度がね、ゼロに近いとね、HP が減っていきますから。うん。背に腹は変えられない。ナイフ来た。あ、そうだよね。ナイフ系は解体できますよね。結構フライパン手に入れたけどね、これどうしようかね。一個でもいいかね。もう重いんですよ、結構。物の重量が重いとね、AP の消費率っていうのが上がっていくみたいで、詳細かな？詳細見ればわかるかね。8.9 なんですよね。で、これが10を超えると、重ね着ができなくなるみたい。うん。で、ちなみに AP の消費量は、プラス、17%。もうちょいで 18% までいくけど、そう、18% を余分に消費してるみたい。そういったね、うん、要素もありました。ここ見るとね、すげえ細かく書いてあるから、これを見て、状況をね、把握して、まあ、選択を取っていかないといけない。で、腐ったもんなんで、食べ。よし。これでほんとしばらくね、お腹の満腹は問題ないと思う。ほら、24あるし。で、あとは、ま、病気をね、ここで治すって感じですかね。やっぱね、電源がないから、腐ってるね、ほとんど。ほら。6時間後か。
レタス、ミート、コーラ、OK。もぐ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 。モラルゼロになった。やばいぞ、これみんな。もぐもぐもぐ。OK。満腹。うん。本当に満腹になったけど、モラルがないから、もう大変なことになってる。モラルがゼロになると、憂鬱になって、憂鬱は、AP が 20% 減少する。だから AP の回復量が減るってことですね。上限が。うん。はい。これは非常にまずいので、これ以上食わん方がいいね。まあ、小説読もうか、先に。小説読んで、モラルを上げましょう。落ち着け。腹を満たすためだったんだ。病気になった。さらに病気になるってパターンあんだ。これが重なってなんかやばいことになるってことはないよね。病気状態でも病気になります。はい、皆さん気をつけてください。下手したら何か悪いことになるかもしれません。で、もう憂鬱状態だから、とりあえず小説を、バリバリ読んで、ここでモラルを回復させていきます。で、小説系は読むたびにやっぱ内容が薄くなっていくんで、回復量が下がるみたいですね。そしてもう小説の内容が薄くなったから、モラルが 0.9 になったから、もうこれはね、捨てましょうか。捨てるっていうか、リサイクルしよう。うん。1.5 のとこでやめた方が良かったかもね。聖書の方が、漏れなく一律で 1.5 回復するから。同じ AP 消費量で。まあ、モラルはね、回復したんで、問題ないです。はい。これで、まあ、憂鬱は解消されたから、AP は、そこそこ回復するはず。あとは、まあ、病気を治す必要がある。腐ったコックドミール。なんだ、コックドミールって。まあ、持っていこう。で、腐ったトマト。ポテイト。うん。ボックス。ああ、これはいいね。グラノーラバー。腐んないから。エナドリも腐んない。ありがて。もうここで、ああ、また、病気になった。フライパン、フライパン。取って、取って。こんだけ手に入ったらもう、耐久値の低いの解体しようか。解体っていう機能が実はあって、耐久、あ、うん、そうだ、そうですね。これはもういらんかね。AP1 消費することで、解体できます。これは解体するとメタルになるっぽいね。じゃあ解体してメタルにして。品質が、うん、低いのを変えていこうか。で、まあ、キッチンナイフこれ解体。OK。まあ、少しは軽くなったはず。37.2。ね、トートバッグ。ショルダー。で、もう一個、ショルダー。今ね、バッグ関係見たけど、重量減少って書いてあった。で、身につけたら、総重量が減りましたね。うん。29、30切ったんで、AP の消費量が、さっき 1.9 あったんだけど、1.7 になったんで、動きやすくなりました。これは、他のバッグに、物を分散させたから、動きやすくなったってことですよね。同じとこに一箇所にまとめとくんじゃなくて。ああ、この利点が知れたのはでかい。お、やった、ビタミン剤。マップ、フラグメント、破れたストリートマップの一部、いくつかの場所がマークされてる。これは、どこで見れる？あ、ストリートマップっていうのも実は手に入れて、これね、使用すると、まあ、距離によって AP を消費しちゃうんだけど、この地域にある、丸地域にある建物っていうのが分かるっていうね、優れた、うん、アイテムも手に入れました。だから、いざって時はもうこれで、ね、近場にどういった建物があるかっていうのを探ることができます。で、ストリートマップの一部、これ使用できんの？使用すると？マップフラグメントから、クロージングストア、チャーチ、エレクトロニクスストア、ハードウェアストア、ファーマシー、レストラン、ハウスの位置が分かった。新しく知ったところをマップに記した。おー！
ありがてえ。切れ端でもね、これだけわかるんですね。つまりもうそうだね、マップに点線がついたから、燃料さえあれば一気に上まで行けます。でもね、ポリスステーションとガンショップ目指してるんで、まあすぐには上には行きませんけど、日没になるんでキャンプファイヤーちょっとできるか確認しようか。え？は？大丈夫かこれ。え、ちょっとまずくねこれ。ほら、これテーブルに火つけたわ。まあ、一応ここで火がついたんだけど、ちょっと待って、逃げよっか。いや、これはね、逃げた方がいいやつだよ。ターン。あ、消えた？消えた？大丈夫？場所によってちょっと考えないといけませんね。グリルのとこでやると、これどういうことですかね。燃え続ける火の強さによって周辺の明るさが増し、部屋の周辺が上昇する。火の強さは一旦ごとに減少する。あ、薪をくべないといけないんだ。でもこれで料理できんじゃないの？できないの？あ、料理できる。ツールフライパン。腐ったものを調理ってできんですかね。どうだ、腐ったものもね、火通せばよくなるよね。ああ、腐ったものも火を通すことによって、まあ、それなりの鮮度を保ち直して食べれるようになるみたい。そんな長くはね持ちませんけど。肉入れるとどうなる？満腹度が増えましたね。腐ったトマト。でもそんなね、満腹度は必要ないから、腐ったミートは置いてアップルとトマトで作ろっか。これで4作れんのこれ。いけた？いけたっぽい。作れました。火がなかったら無理なんだよね。多分ここで一旦待つと火が消えて料理ができなくなるはず。じゃあ新鮮なのをもう食べようか。あ、そうか、出来たてだからあったかいんだ。トマトとアップルのコックドミール、いただきます。腐る前に。料理いいね。うん、腐ったものもいいものに変えるから。あ、よかったよかった。うん、なんか火がこう引火していくってわけではなかったね。ポテトはすぐ腐りそうだ。ポテトももうやばいの？ポテイトやばい。1時間後。あ、下田、ポテイトを料理した方がよかったわ。そう、料理ボーナスっていうのがね、発生するもんがあって、ポテトの場合、料理すると 1.5 倍の満腹度で物が作れるっぽいんですよね。ちょっとね、ライターのガスがね、え、もうないの？あれ、ガスゼロっぽい。下田。ごめん、ガスが切れた。あ、一応あるか、ライターガス。使える？あ、補充はできた。でもなくなった、ガス。5回着火できるけど、5回しかできないから、もうポテトは普通に食べよっか。うん。ここで、寝ましょうかね。少し、うん。少し勉強してから寝ようか。レシピブックっていうのも実は見つけて、これを読むことによって、さっきのクラフトのね、作れる種類が増えるっぽいんですよ。で、今、弓の矢とプライヤーっていうのを覚えました。じゃあ今、10時になったんで、寝ましょう。これは、ブランケット着てますね。寝ます。で、寝る時間帯どうしようかね。とりあえずエネルギーが全開になるまで寝ましょうか。この間で病気が治ってくれればいいんだけど、ほら、こういった形で病気回復って出るんですよね。起きて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 。来やがった、ゾンビ入ってきた。え？なんでバレた？視界入ってないよ。やりやがったな。ちょっと待って。これはね、病気のままか。一旦まあここまで行って。
あ、じゃあ一体だよね、ゾンビとしては。開けて、ライト、ライト、ライト。オッケー、いた。HP はそんな高くないから倒します。武器は、あ、なるべくこれだ。ファイティングナイフが壊れそうだから、これで頭にサクッと、これでファイティングナイフ壊れたから OK。 倒した。タバコ落とした、タバコ落とした。ゾンビいる、ゾンビいる、ゾンビいる、ゾンビいる。タバコ、この時代にタバコはでかい。もう無理か。入ってくっかね。どうだ、入ってはこんかった。もう一回寝ようか。まあ、多分なんか異常が起きたらすぐ起きると思うから、さっきみたいに。 OK。 とりあえず全開になったけど病気治らんかったね。まずいな。火が明けます。ね、あ、そっちにもいる。 OK、 火が明けた。あ、しまった、ミスった。ドア開けて出ます。で、とりあえずゾンビは退治。そっちにいるか。距離的に 3.3。 ダメだ。待ちます、あいつが来んの。あいつは窓を壊してるのに夢中なんで。休憩、終わったね。ワッタが、しかし、もう取るもんは取ったんで、私はもう出ていきます。ちょっとまあ病気が心配だけど、行きましょう。じゃあの、運転。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。